ハーマン・ウォーク。1955年、エルサレムにて、ハーマン・ウォークは、ケイン号の反乱、戦争の嵐、ウォー・アンド・リメンブランスなど、著名な小説を数多く世に送り出したアメリカ人作家である。ハーマン・ウォークは、帝政ロシアから移住したユダヤ人を両親に、1915年にニューヨーク市で生まれ、幼年時代をブロンクス地区で過ごした。高校を卒業後、 コロンビア大学に進み比較文学と哲学を専攻し、20歳の時に文学志望を取得した。彼はまずラジオ脚本家となり、ジョークファクトリーでデイビッド・フリードマンと、その後フレッド・アレンと共に働いた。1941年にはラジオ広告で戦災を販売、合衆国政府のために働いた。ウォークはパールハーバー奇襲後、志願して、 アメリカ海軍に入隊し太平洋戦争に従軍し、私は機械について学び、私は圧力のもと男たちがどのように行動するかを学び、そして私はアメリカ人を学んだと彼が後に述べる教訓的な体験をした。彼は総会駆逐艦 USS 全に通信士官として上艦し、その後総会駆逐艦 USS サウスドに上艦し、マーシャル、ソロモン、 マリアナ、グアム、沖縄などで活躍し、サウスドが台風で沈没した時には副官であった。彼の執筆家としてのキャリアは、その非番の時間に小説を書くことによって始まった。ウォークは、ベティ・サラ・ブラウンと1945年に結婚、3人の息子を設ける。1946年には、全時間を執筆に当てるようになり、そしてデビュー小説、 オーロラドーンを1947年に出版した。1952年、ケイン号の反乱でピューリッツァー賞を受賞。1998年、彼はシオンの守護者賞を受賞する。ウォークは歴史小説のため高い資格を有する若い歴史研究者たちを雇い、手伝わせた。このおかげで、ウォークの記述する歴史は、その大部分が大変正確である。 ケイン号の反乱の最初の方のいくつかの章で描かれている第二次世界大戦中の太平洋上のアメリカ海軍の小型艦船の乗組員たちの日常生活は屈伸の序実と評価されている。2019年5月17日カリフォルニア州パームスプリングズの自宅で死去。103歳没。ありがとうございます。